ダーバーはフランスのサラブレッド。同世代の中でフランスの最強馬ではなかったが、投影してイギリスダービーに挑みサン馬審査で勝った。ダーバーの祖先にはイギリスの決闘書に登録されていない馬が含まれていることからその決闘をめぐって論争が起きた。ダーバーは第一次世界大戦のために競争からの引退を余儀なくされた。なおダーバーはイギリスやアメリカに 同名馬がいたので、英語文献では、ダーバー2と表記されることが多い。ダーバーは、対抗15.3ハンドで、三白流星のサラブレッドである。アメリカ人のハーマンビーデュリエがフランスで生産し、デュリエがそのまま馬種となった。デュリエは、ニューヨークで競争場の生産と所有を行っていたが、1908年に、ニューヨーク州で賭博を禁止する法律が成立して、 多くの競馬場が閉鎖を余儀なくされたために仲間と共にヨーロッパへ競馬の本拠を移したのだった。アメリカ決闘の流入に対抗するためすぐにイギリスの競馬界はジャージー規則という新しい規定を設けた。これはその馬の決闘票に登場するすべての祖先馬がイギリスのジェネラルスタッドブックに収録されている馬に遡ることができなければ その馬をサラブレッドと認めないというものでアメリカで成功している多くの競争馬が該当するものだった。ダーバーの母、アーミニアには血統不詳の祖先馬がいるため、ダーバーはジャージー規則に抵職し、判決の落印を押されることになった。ダーバーは1913年に4戦し、いくらか能力の変鱗を見せたものの、勝ちを得られなかった。4着が2回と、 この年の最終戦であるプレステージ賞で3着したのが最高の成績だった。ダーバーの1914年の春シーズンは非常に使い詰めのスケジュールでフランス国内で6戦した。まずは2000メートルの競争王に連勝しラグラン受賞に挑んだ。ラグラン受賞はサルダナパルが勝ち、ダーバーは2着に入った。次にダーバーはビエンナル賞を勝ち、ノアイユ賞も勝った。 自走は、距離が短くなって1600メートルのプール月生で、プーランに出たものの、スタートで5手を踏んで着外に敗れた。この後、ダーバーは、イギリスダービーを目指して、エプソム競馬場へ向かった。ダービーには、史上最多の部類になる30頭が出走し、ダーバーの単勝馬券は21倍になった。出走馬が、これほど増えたのは、 ダメ元で登録した馬の登録量の合計が巨額になったからで、それを狙ってダメ元で出走するものが多かったからだと当時の新聞は伝えている。前年のダービーでは女性参政権論者エミリー・デイビソンが競争中に乱入し、最終コーナーで国王所有のアンマーの投落を掴んで落馬させるという事件が起きたが、1914年のダービーも 女性三成権論者のエーダ・ライスの妨害によって、スタートが大幅に遅延した。この女性三成権論者は、ダービーの発送寸前に、走路を警備していた警官の足を銃撃した。空砲だったが、警官の制服が焦げ、警官は軽傷を負った。このために発送が20分以上も遅れた。2000ギニーの優勝場でダービーでも本命になっていた、ケニーモアは、気象の荒いまで、 散々待たされたせいで入れ込んでしまい、束を蹴り始めた。ダーバーの騎手は、フランスを本拠とする、アメリカ人騎手のマット・マクギーだった。マクギー騎手は、道中半ばで、ダーバーを先頭に立たせると、そのまま3話審査で逃げ切った。2着と3着にも、人気ウスのハップスバーグとピーター・ザ・ハーミットが飛び込んで、大波乱となり、競馬場の大観衆は声も出せずに固まったままだった。勝った。 ダーバーはフランスサンバでフランス調強馬だったが、場所がアメリカ人だったので、アメリカではアメリカ馬が優勝したかのように湧き返った。エプソムでの勝利の後、ダーバーはフランスへ帰国して二度出走したが、ダーバーは優れた馬であることは示したものの、フランスの最強クラスには劣るという印象を固めることになった。というのも、シャンティ競馬場でのフランスダービーでは、 サルダナパルの前に4着に敗れ、続く、ロンシャン競馬場でのパリ大賞展では、サルダナパルとラファリナの前に3着に沈んだのである。パリ大賞展当日、貴賓席で観戦中の、フランス大統領レーモン・ポアンカレンのもとに、一通の電報が届き、それを見た大統領は執務室に戻ると、貴賓席には戻らなかった。その電報は、 ボスニア・ヘルツェゴビナの外交官から送られてきたもので、この日、オーストリア・ハンガリー帝国皇太子夫妻が暗殺されたことを急報してきたのである。間もなく、第一次世界大戦が始まり、フランス国内の競馬は取りやめになった。ダーバーもこれが最後の出走になった。ダーバーは、アフリカ系アメリカ人の馬邸に守られて、パリからノルマンディへ避難した。ダーバーは、 正常期に身を包み、次のような正し書きが添えられていた。ジョン・ランダルとトニー・モリスの協調、チャンピオンの正規では、ダーバーは、イギリスダービー場としては、標準的な部類に入ると評価された。ダーバーは、ひとまず、ノルマンディ地方のヌビー・オーウルムにある、バシュのデュリエが所有する、ギャゾン牧場に、つなぎようされた。1924年に、アメリカへ送られ、ケンタッキー州パリスにある、 クレーボーンファームに移動した。1931年に再びメリーランド州ベルウェアにあるプロスペクトヒル牧場に移った。ダーバーのヨーロッパでの代表産区にはレビア、ダーバン、スカラムッシュがいる。このうちダーバンはトールビヨンを生み、トールビヨンは種ボバとして大成功した。スカラムッシュはボバの中では最も活躍した産区でフランスでホレショー。 ラロシェト賞など発祥を挙げ、シュボバとしてパンタロンを出した。パンタロンは南米で種ボバとして成功し、中でもタロンはアルゼンチンでブエノスアイレスジョッキークラブ賞を勝ち、後にアメリカに渡ってサンターニタハンデやサイアントニオハンデに勝った。アメリカに渡った後のダーバーは、これといった活躍馬は出さないまま21歳で死んだ。 サンクルー対象店とは異なるので注意。同世代には、フランスの歴史的名馬サルダナパルやラファリナがおり、ダーバーはこれらにはかなわなかった。馬の肩の上までの高さ。首から上は含めない。流星は、馬の顔の額から鼻にかけて白い模様があるもの。三白は四本の足のうち、三本の足先が白いもの。ボストンイーブニング誌の原文は、 ホーローンホープスこの世代で、後世によく知られた馬はザテトラークである。ザテトラークは2歳の時に7000無敗の強さを見せたが、3歳になると2000ギニーもダービーも怪我で出走できないまま引退した。この1913年のダービーで、アンマーが乱入者に引き倒されたことは、アクシデントの半分に過ぎなかった。最後の直線の混戦の中で、ひどい深度妨害があったのだが、 決勝審判は独断で、加害場と被害場を入れ替え、加害場が優勝と判定した。その結果、本命場の馬券は紙くずになり、100倍の大穴が勝利となってブックメーカーは大儲けをした。主催者はその場で判定を確定と宣言してしまったために、後になって真相が分かっても判定は覆らなかったが、この事件以降、イギリスの競馬主催者は、 確定という表現を使わなくなった。フランス語の画像は芝というような意味、ありがとうございます。